どうもグリーンロケットです。2008年から植木やお庭に植える植物のインターネット販売をしています。そろそろお庭にあらかたの植木は植え終えて、だんだんと下のスペースに何か植える植物を探してらっしゃる方もいるのではないでしょうか。実はグリーンロケットでも、4月頃からですね、下に植える下草と呼ばれる苗が一気に売れ始めます。そこで今回は、植木を植えたけど足元が寂しいから何か下草を植えたい、でも何を植えたらいいかわからない方や、とりあえず花以外の下草を探してらっしゃる方、おしゃれな下草を植えたい方のためにですね、まずはこれさえ押さえておけばお庭をおしゃれにしてくれるよという定番にして最強の下草を4つご紹介していきたいと思います。ここはまず知っておいてくださいというやつです。これからご紹介する4つはどんな植木や他の植物にも合わせやすい、そして1ポットから、試すことができる、他のグラウンドカバーのように何ポットも植えなくても良いというもの、そして適当に植えてもおしゃれに仕上がるもの、さらには管理がほぼ不要のものという、初心者の方にも、大変おすすめできるものをご紹介していきます。なのでこれを植えて失敗するということはほぼないと思います。はい、それでは早速参りましょう。はい、それでは絶対に失敗しない最強の下草、一つ目はこちらのマホニアコンフューサーです。マホニアコンフューサーのおすすめのポイントは、どんなお庭でも合わせやすい万能な低木というところですね。マホニアコンフューサーは、分類すると常緑の低木になります。で、別名細葉ヒイラギと呼ばれていて、この葉っぱがですね、細くて少しギザギザがあるような葉っぱをしています。で、このギザギザは別にトゲとかではないので、触っても全然問題はありません。で、この葉の感じがですね、非常に涼しげな印象を与えてくれて、どんな、木とかですね、あとは植物とも、合わせやすいというのがこの木の魅力になっています。洋風のお庭はもちろんなんですけども、和風のお庭とかですね、あとは雑木の庭とか、あと花壇で高さを出したい時とか、高木の足元に1ポットだけ何か植えたいとかですね、あとは門柱脇の小さな花壇とか、とにかくどんなところでも活躍してくれます。植木も島とねり子のような洋風感の高いものからですね、青玉まで合わせやすいという特徴があります。これをですね、マホニアコンフューサーは並べて植えて生け垣のようにするところもあるんですけども、お庭でポツポツとね、1本ずつ植えても、いいと思います。そんな風にですね、どんな場所に植えても、雰囲気を良くしてくれる、そんな、万能な魅力があります。はい、で、実際にお庭に植えるとこういうような感じになります。日当たりのいいところだと葉っぱがですね、光って見えて、とても涼しげな感じがします。まあ他の木と合わせてもですね、とても雰囲気がいいですよね。こういう感じで合わせることができます。こちらがですね、マホニアコンフューサーを植えて、3年ぐらい経った時の、状態ですね。だいぶ横にボリュームが出てきます。こういう感じになっております。マホニアコンフューサーの管理なんですけども、大きくなってきて少しコンパクトにしたい場合は、刈り込みをすることができるので、このような好きな場所で切り詰めてもらうことが可能です。あとはボリュームを少なくしたい場合は、こういうですね、立ち数を減らして、コンパクトにしていくことも可能です。はい、根元からですね、立ってる本数を減らすという意味ですね。はい、それでマホニアコンフューサーは、虫も特につかないので、管理も簡単だと思います。秋頃に黄色い花を楽しむことができて、で、冬はですね、紅葉して灰色が赤くなってくるんですね。で、これもまたとても綺麗です。まさにですね、そんな万能な、マホニアコンフューサーでした。はい、絶対に失敗しない最強の下草2つ目はですね、こちらのオタフクナンテンになります。オタフクナンテンのおすすめのポイントは、単体でも並べて植えても楽しめて、下草の中ではですね、トップクラスに紅葉が美しいというところなんですね。オタフクナンテンは、まず名前が縁起のいい名前をしています。福多くて南天汁という、漢字ですねを書きます。こちらも分類すると、常緑低木で、普通の南天とは別の木になります。草丈は50センチくらいにしか、なりません。こう見るとですね、これ自体がこういった小さな木のような感じになっております。
このおたふく南天は別名五色南天といって、灰色の変化が、とても美しいんですね。春はですね、このように黄緑色の、灰色をしていて緑を楽しませてくれます。そしてですね、冬は見事な赤い紅葉になります。おたふく南天は花は咲かないんですけども、葉っぱがですね、本当に灰色が花ほど美しいというのが魅力ですね。でおたふく南天の使い方は、まとめて植えて一帯をおたふく南天で埋め尽くすこともできますけども、花壇の縁とかに並べて、縁取りをするといったことも可能です。であとはこのようにですね、香木を囲むように植えるというのもいいと思います。単体でですね、お庭にポツポツと植えてみるのも、いいではないでしょうか。春夏のですね、緑の葉も綺麗なので、卒のない存在感ということで、どこかに緑を添えたりとか足したりしたい時にはとても使い勝手がいいと思います。で成長も早くないですし、病害虫もほとんどつきません。成長した時の管理としては、刈り込みができますので、こういった伸びたところですねを詰めるように切れば自然と樹形が整っていってくれます。まあ、なんといっても冬の紅葉が一番の魅力というところもありますので、ぜひその紅葉をですね、楽しんでいただきたいなというふうに思います。写真で撮ると本当に加工したかのような、真っ赤な紅葉になります。で紅葉はですね、日当たりのいいところに、植えてあげた方が、真っ赤な、綺麗な灰色を楽しむことができますので、ぜひ日当たりのいい場所に植えてあげてください。はい、こちらがおたふく南天でした。はい、絶対に失敗しない最強の下草3つ目はですね、フィリフェラオーレアになります。こちらのフィリフェラオーレアはおすすめのポイントはですね、お庭に洋風感と立体感を足してくれる高さの出る低木コニファーというところです。低木コニファーですので、常緑ということになります。この単体で見るとですね、少し親って思う樹形かもしれないんですけども、これが他の植物と合わせることによって、その使い勝手の良さを実感してもらえると思います。でその理由なんですけども、まずは洋風感を足してくれると言ったんですが、この葉っぱですね、葉っぱ、この糸のような、葉っぱ、そしてこの金色の灰色ですね、これがですね、洋風の雰囲気というのを、醸し出してくれます。でこの黄色い発色は日向に植えるほどですね、良くなりますので、ぜひ日向で使っていただきたいなと思います。でまたこのコニファーの葉っぱが他のですね、植物の葉と葉の形と被らないので、ふわふわとした、軽やかな印象を与えてくれるというふうになります。でそしてこの一度立ち上がって上から垂れるような、樹形がですね、これがお庭にですね、立体感を与えてくれるというところですね。例えばですね、高木の下に高さの出ない草花を植えると、下がペタッとなってしまって木と草みたいなお庭になってしまいがちなんですね。そこにこの高さの出るフィリフェラオーレアがあると、高低差が出て、自然な足元にしてくれます。で使い方のイメージとしては、このようにですね、単体で植えてアクセントにしてもいいんですけども、高い高木の足元に植えるとかですね、さらに低い下草と合わせてもらうこともできます。あとは高木の間にポツポツと植えたりとか、アクセントですね、そういった感じでも使ってもらってもいいと思います。で街路なんかでは劣色して、いるのを見ることもあります。で同じようなコニファーでゴールデンモップというのがあるんですけども、それはですね、そこそこ、存在感の強いしっかりとした、コニファーです。でフィリフェラオレアは、形は定まらないんですけども、程よくですね、他と組み合わせしやすいような樹形になっています。で植木の足元とか間とかですね、花壇で高低差をつけたい時とか、あとは、色味として明るい葉を取り入れたい時とかはとてもおすすめです。でこちらはコニファーなので虫もつきにくいので、とても管理しやすいですね。で伸びすぎたところはですね、刈り込みのような形で好きなところで、切ることができますので、形もゆくゆくは、自由に管理することができますので、はい、とても、育てやすいと思います。はい、フィリフェラオーレアを実際に植えた様子なんですけども、こういった形で、高さが出て立体感を作ることができます。隣にベニバな時は満作ですね、銅葉のものと後ろに添え子があって、その足元に今添えるように植えています。こういう感じですね。
こちら午前中日が差さない場所なんですけども、だいぶ黄色みも出ておりまして、この下にですね合わせて下草を植えることもできますので、高さが出るような状態で使いたいときは非常にいいと思います。ピリフェラオレアでした。はい、絶対失敗しない最強の下草、4つ目はベアグラスになります。ベアグラスはその魅力はですね、なんといってもこの灰色が明るくて高さの出る下草というところです。冬でもですね、地上部が残る、この葉っぱの部分が残る多年生の下草になります。でベアグラスのいいところはですね、このやっぱりこの明るい葉ですね、明るい色味の葉がとても魅力です。洋風感もありますし、お庭をですね明るくしてくれるというのがこのベアグラスです。で緑が多くなってくるとですね、こういったカラーリーフっていうのはとてもお庭で使いやすいと思います。で特に足元が明るいっていうのはアクセントにもなりますし、例えばですねウッドチップとかを敷いたお庭なんかでも見た目の相性がとてもいいですね。でもう一つですね、僕の思う魅力なんですけども、このグラス系といってですね高さが出るということですね。でこれまで紹介したのは低木なので木の感じがあるんですけども、これは草花の感じがあって、それでいてペタッとしないということでですね、立体感を、お庭に、作ってくれるというのが良さだと思います。で使い方のイメージは木の周りにですね何個か囲むように植えてもいいですし、等間隔で並べて植えることもできます。もちろんですね一ポットだけ、アクセントでポツッと植えることもできます。でどこに植えても、様になるので、植える場所もそこまで悩まなくてもいいのではないでしょうか。強いて言うならですね、日当たりのいい場所に植えていただきたいと思います。で病害虫もほとんどつきません。まあ、注意点なんですけども、ちょっと寒さに弱いので、寒い地域の場合はですね、冬にこの地上の部の葉っぱがヘタッとしてしまうことがあります。ただ暖かくなってくれば元気な姿に戻ってくれますので、その辺だけは注意が必要かなと思います。はい、こちらベアグラス、でした。はい、最後ですね、おまけとして、これまで紹介した植物を、並べております。だいたい高さのですねイメージを持ってもらえればと思います。まあ、ベアグラスが一番小さくて、オタフクナンテン、その次にフィリフェラオーレア、そして、マホニアコンフューサーというような感じになっております。でこの植物たち自体をですね、組み合わせて植えてもとてもいいお庭になると思います。こういう感じで、立体感が出るのがとてもですね使いやすくて、お庭もおしゃれになるのではないでしょうか。はい、こういう感じになります。さあいかがだったでしょうか。今回は初めての下草はここから始めようということで、初心者の方にもおすすめの下草を4つ、ご紹介しました。どうだったでしょうか。非常に定番で人気の下草なので、いいと思っていただけたのではないかなと、思っております。この4つの下草は、どれでもですね本当に1ポット植えた瞬間からお庭が良くなってくれますので、ぜひぜひ明日にでも植えていただきたいぐらいです。そしてその1本からですねお庭のイメージが広がって、さらにお庭作りを楽しんでいただけたらとても嬉しいです。グリーンロケットチャンネルではこれからも植木の楽しさや面白さ、そしてお庭に植える植物の魅力などもですねこれからもお伝えしていきたいと思っておりますので、ぜひお付き合いしてもいいよと思ってくださる方はですね、チャンネル登録、無理にとは言いませんがチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしていつもですね高評価してくださる方本当にありがとうございます。辛い時の励みになっております。面白いよと思ったらですね高評価の方も無理にとは言いませんが押していただけるととても嬉しいです。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。